こんにちは、飯泉です。今日は保存則ということで、今までやった力学的エネルギー保存則と、それから運動量保存則、これを合わせてね、出したような問題について考えていきたいと思います。まずは、こんなようなね、例題を用意しました。滑らかな水平面上にバネ定数 K のバネがついた質量ラージ M の小球というか物体ですね。物体が静止している。で、そこへ質量スモール M の小球が速さ V0 で打ち出された。バネは縮んだ後伸び。やがて小球はバネから離れました。で、この時小球の速度を求めなさい。ね、運動がまず想像できるかっていうところなんですけども、こいつがまず止まっていると。で、V0 で小球が近づいてきて、いずれこのバネに接触します。で、そうすると、この小球はバネを縮ませるわけなんですけど、その縮ませた瞬間から、このバネというのは元に戻ろうとして、両側に等しく弾性力を及ぼすことになるわけですね。そうすると、小球の方に関しては、弾性力によってだんだん遅くなります。それに対してこっちのラージ M に関しては弾性力によってどんどん右に行こうとしちゃうわけですね。つまり右向きに加速してしまうということで、ある程度縮んで伸びて元の状態に戻るまでの間、小球に関しては減速をし続け、こっちの物体に関しては加速を続け、そしていずれ、バネから小球が離れてしまうというような流れになるわけです。じゃあ、この問題について、ね、これが力学の難しいところなんですけども、何の式が成立するのかなっていうのを考えていきたいと思います。まず、力学的エネルギー保存則の成立条件。ね、これがパッと出るかっていうのは大事で、このように伝えましたね。保存力のみ仕事をするとき、ね。今回仕事をしているのは弾性力っていう風になっています。なので、弾性力って保存力だから、今回は力学的エネルギー保存則使えるなってなるわけ。それから運動量保存則の成立条件は、内力のみ、運動方向に関してなんですけども、働くときというふうになっています。そうすると、弾性力が内力。実はですね、これ正しくないというか、結構ざっくりしちゃってるんですけども、要はですね、物体と物体の間で働く力。これを内力って呼んでるんですけど、今回は直接ではなく、間にバネが入っちゃってるわけですね。そうすると、物体系の外にあるんで、こいつに関しては、及ぼす力、弾性力は外力になるんですけど、この弾性力というのは逆向きで同じ大きさを及ぼすことになっているので、これがいわゆる作用反作用っぽくなっちゃうわけですね。なので、もう内力というふうにみなしていいでしょう。ということで、保存則、この2つの保存則は両方成立するというような運動になっています。ということで、バネが縮んで伸びて、みたいな途中過程はもう完全に無視してもらって、最初の状況から、バネから物体が離れた状況を2つ書いています。ということで、小球がバネから離れた時のそれぞれの速度というのを U、それからラジ U という風に文字で置きます。そうすると、運動量保存則は、このように書くことができますね。そして、力学的エネルギー保存則は、このように書くことができます。ということで、未知数扱いはここで文字で置いた UU と。2つの U。これが未知数になっていて、式が2つ立てられたので、連立すれば解けるなっていうことになるわけです。じゃあ頑張りましょう。ということで、運動量保存則から、今、スモール U を出したいので、ラージ U イコールに直します。でね、ここでね、もっと簡単な方法があるんじゃないかって思ってる人もいるんですけど、これしかないです。ね。頑張って代入をします。そしてエネルギー保存則のこの部分にこいつを代入するわけですね。もうこの時点で、この計算がとても大変だなっていうことが予測できるわけですけども、代入します。こんな感じ。で、代入したときに、M と M は1個ずつ消えて、2ラージ M でくくってあげますね。そうすると、上の分子の部分を展開してあげれば、このように書くことができます。で、その後、左辺を0イコールに直してあげて、全体を2ラージ M 分の1でくくってあげます。そうすると、まず U 次乗でくくっているので、この項と、それからこの項ですね。今赤で印つけた部分をまとめてこのように書いています。そして、この部分はそのままですよね。で、最後、こいつと、それからこいつ。もともと左辺にあったやつをまとめて、このように書いています。で、さっきと同じものですね。今度はこれを因数分解します。ということで、たすき掛けですよね。m×m プラスラージ m。そして、スモール m×m 引くラージ m というふうになって、たすき掛けをすると、m×m プラス m と、スモール m×m 引くラージ m というふうになるわけですが、これ足しちゃうとですね、ここがプラスになっちゃうんですよね。だから、マイナスにするためには、と言ってもこっちもプラスなんで、全部にM 倍してあげるということになります。そうするとこうマイナスマイナスになって、足した時にちょうど真ん中の項と一緒になってるわけですね。ということで、これで因数分解をしてあげれば、消しちゃいますね。このように書くことができます。ということで、これが0になるためには、U が V0 なわけないですね。それは、反応前、変化前の話のことを言っています。ということで、後ろのこの部分が0の時が答えになり、スモール u の答えはこのように出すことができます。ね。実際にこれ手でね、計算するってなると結構時間がかかると思うので、一度ね、自力でやってみるようにしましょう。大変だなって思った時こそ、もっと簡単な方法がないか。先ほど、ないっていうふうに言ったんですけど、計算の工夫はもうこれ以上はないです。だけど、別の式を使って解くということは可能です。ということで。もう一回この運動について見ていきましょうね。運動量保存則はこのように書けて、力学的エネルギー保存則はこのように書けますと。で、この二つを見たときに、何が厄介かって言ったら、力学的エネルギー保存則って、次乗なんですよ。だから、代入するときに次乗が入ってきて、また因数分解するとかっていう、かなり大変な状態になるわけですけど、できればね、力学的エネルギー保存則、ちょっと使いたくないなーっていうふうに思います。で、違うものに注目します。力学的エネルギー保存則、これを書いたときに、これたまたま、運動エネルギーだけで書ける場合。確かにこれ運動エネルギーしか登場してないですよね。エネルギー保存則っていうと、例えば mgh であったりとか、2分の 1kx 次乗であったりとか、1エネルギーが入ってくる場合もあるわけですけども、今回の場合は、運動エネルギーだけで力学的エネルギー保存則が書けています。実はこれ、弾性衝突とみなすことができるわけですね。弾性衝突って何だったっけなって思い出してもらうと、壁に対して、V でぶつかったら V で返ってくるエネルギーを失わない運動だったなっていうのを思い出してください。エネルギーを失わない運動って言いましたけども、もっと細かいこと言えば、運動エネルギーを失わない運動っていうふうに言えるわけです。V で当たって V で返ってくるわけですからね。ということで、これは、実は男性衝突だってことを意味してるんだなっていうことに気づければ、わざわざ力学的エネルギー保存則を使うのではなく、反発係数が1の運動として考えることができます。そうすると事情じゃなくなるので、結構簡単になりそうだなっていう風になり、運動量保存則と反発係数 E の式、連立するっていう風になったら、このように縦に並べるっていう話でしたね。で、今、ラージ M を消したいので、全体ラージ M で、掛け算します。そして縦に足してあげれば、このように出すことができて、こいつが消えるからね。で、U を出すことができます。で、これがさっき苦労してね、たすき掛けで因数分解して出てきた答えと全く一緒になっているわけです。もう全然計算量が違うのがわかるかと思いますけども、計算の工夫はできないんですが、違う式で考えることは可能なので、ぜひね、こういう場合、これを使えば楽だったなっていうことを入試問題でも訓練してほしいなと思います。ということで、今回の内容は以上になります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。授業の内容は理解できましたか？実際には物理では演習が重要になってきます。なので、手を動かして問題を解いて、それを積み重ねていくことで、成績が上がると思います。また頑張っていきましょう。